生児とは、律令制における助官の一つ。本来は、内視の方眼だったが、後に、生児、天児とともに、高級全体の実務を取り仕切る立場となった。生児の第一郎を特に高等内視と言った。生児は、生児、天児に従って天皇に禁じし、名部、女女らを指揮して、代理内部の儀礼や、事務処理を行った。平安時代中期以後、 大理高級が内い志士を中心に再編され、さらに商事が、公費、天智が乳母に対する待遇としての意味合いも持つようになると、商事の重要性は高まり、大理の助官を統率するようになる。また、天皇の行幸に従ったり、書者の祭礼の使者に立てられることもあった。江戸時代には、御社の清掃、天皇の廃膳、皇后の奥史上及びお湯殿の御用などを務め、ウ林家、 名家より選ばれることが多かった。高等内市とは、商事の上手、つまり第一路語のこと。高等とはあることを、戦艦事項として担当することを意味する語で、八高神を安置する内侍所の高等を務めたことからこの名がついた。また、御所の長橋に居室があったことから、長橋局とも呼ばれた。呼び名は、事故の死や。 父兄の官職の名称にちなんで呼ばれることが多かった。高等内史が記録上登場する最初の事例は、長周期、長尚3年3月19日上で、藤原康子の皇后立皇の儀式で、本来いるべき場所に展示がおらず、高等商子である吉野という女性が起点を聞かして、儀式を無事置いて、莫大な報奨を与えられたという記事がそれにあたる。この吉野は、 当時の記録から公開業種のことであったとわかる。また、長橋に江東内市のつぼねがあった事例は、南北朝時代以前に見受けられず、長橋局が登場する最初の事例は、信ぶとし境永十三13年1月2日城であるため、欧永9年に当時の代理であった土見門東道院殿が再建された際に、長橋が手が割れたのをきっかけにした可能性が推測される。 宮中における、経理、総務、人事、諸務などの事務処理全般を統括し、さらに官位などの要望を取り次ぎや訴訟などの実通化、伝染など天皇と宮中内外との取り次ぎを担当した。商事が公費化して代理のことを行わなくなると、従来商事の権限とされていた内視線発給の手続きを高等内視が代わりに行うようになり、内視線が慕れると代わりに、 女房法書を司るようになった。そのため、古くは、庄司で最も年長者が、この役目を担っていたが、室町時代以後には天皇による任命に変わった。この権限は、江戸時代末期まで続き、冷戦などの収入も多く、占領調教の異名を持つ、者もいた。高等内史と他の庄司との差は大きく、庄司は、十五位の待遇を受けるのに対して、高等内史は、 正五医師の待遇を受けた。また治行元の生児は百国であったのに対して、高等内市は二百国を与えられていた。江戸時代の助官で最高位の天智の治行は百二十国だったので、高等内市の治行はそれさえも上回る、助官中最高のものだった。さらに、天皇の代替り寺に、生児は、新帝が新たに任命した生児と交代して、代理を去り、上位の場合には、 新因と共に、戦闘御所に移り、工業の場合には落職出家するのに対して、高頭内市のみは引き続き神定に仕えて、引退もしくは即居時に、天寺への昇進が取り図られる場合もあった。太平記に登場する一条行員の娘で、日田義貞の妻と伝わる内氏は、高頭内市は特に著名で、様々な伝説を残している。現在も、安政年間に造営された京都御所には、 高等内市の住まいだった、長橋局という御殿が現存する。松園仁氏中世近隣女房の研究 P46。松園仁氏中世近隣女房の研究 P48 から49。九、ももの天皇の時代に、大井米の党を務めた、松室陳氏のご桃もの天皇だよ父閣長には、高等内市の職務として助官、地語の採用及び、喧服。 天皇の祈祷料支出、公家の拝借金申請の処理、自社や御用商人や江戸幕付近リフトの交渉、儀式の際の襲儀などの沈没処理、天皇及び宮廷内外との連絡などが挙げられている。高橋、2009年、P4 から5。ありがとうございます。